はいどうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回の話なんですけど、これね、元アメリカ海軍からの、情報らしいんですが、かつて軍の施設内で機密ファイルの中からエイリアンの死体の写真を4枚見た、そういった話です。退役軍人のトーマス・シェパード氏は1976年の11月25日、2人の同僚とともに沖縄ホワイトビーチ海軍施設にある機密文書保管室でエイリアンの死体を撮影した4枚の写真を目撃したんだそうで、その写真の1枚には生きた状態のエイリアンも写っていたそうです。まず1枚目の写真は軍用車両とともにエイリアンの死体が地面に横たわっているもので、地面の状態から砂漠地帯と思われる場所にあるということで、おそらくエリア51ではないかと言われています。そしてトラックの中にいる人物はなんと生きているエイリアンだったそうです。古い軍用のトラックであることから、年代がおそらく1940年くらいのものではないかっていうこと、ロズウェル事件が起きたのも1947年なので、年代としても合致はしますね。で、横たわっているエイリアンはロズウェルにある博物館のベッドに寝かされているエイリアンの模型の遺体に非常によく似ているそうです。ロズウェルはね、UFO 墜落事件があったっていうことで、それを記念する博物館が建てられてるんですよ。で、その当時の目撃情報などから、UFO とか宇宙人を再現したものがそこで展示されてます。で、そこで展示されている宇宙人と、その写真の宇宙人が非常によく似ていた、そういうことですね。で、その宇宙人は、豆型の頭に細くくぼんだ瞳、小さな口、赤ちゃんのような小さな鼻があって、耳と認識できるものはなかったそうです。で、明らかに爬虫類系の生き物だったそうです。っていうことは、よく知られている爬虫類系のエイリアン、レプティリアンなんじゃないかな、もしかすると。ただ少しここで腑に落ちないことがあります。私がこれまで聞いたところによると、ロズウェル事件の時に回収された宇宙人っていうのは、どちらかというと小柄ですが大きな頭に大きな瞳で灰色の、いわゆるグレイタイプなんですよ。爬虫類タイプのレプティリアンじゃなくて、今回はレプティリアンっていうことなんですよね。っていうことは、これはロズウェルとはまた違った場所で回収されたものと見ていいんじゃないでしょうか。そして生きたエイリアンはトラックの荷台に積まれた干し草の上に座っていたそうです。そして写真の裏にはトップシークレットのスタンプまでが押されていたとのこと。で、2枚目の写真は格納庫の中でマットの上に3体のエイリアンの遺体が並んでいる様子だったそうです。で、3体のうちの2体はかなり損傷がひどくて焼け焦げたような状態でしたが、みんなレプティリアンタイプだったそうです。で、3枚目はベッドに寝かされていたエイリアンの写真で、周りが暗かったことからおそらく暗闇で、ストロボを焚いて撮影したんだろうとのこと。で、身長が 1.2 メートルほどで、首と腕は細くて貧弱で、手の指は4本しかなかったそうです。そして指先には吸盤のような構造状のものがあったと。これでね、ますます謎が深まる。その吸盤状のようなものがついている指にエイリアンってちょっと聞いたことないなと。レプテリアは、一般的には人間よりも身長が高くて2メートル近いとか2メートル以上とかって言われてるんですよ。で、がっちりした体型 で人間よりもはるかに力が強いとのことなんですね。そして何より指に吸盤なんてついてない、むしろ爬虫類の進化系なので爪が発達してるはずなんですよ。で、正直言って私が知っているどのエイリアンタイプにもこれ当てはまらないんですよね。ただグレイタイプは宇宙人が作ったアンドロイドっていう話が濃厚なので、このようなタイプのアンドロイドが作られている可能性はあります。
用途に応じてね、微妙に、まあ、作りが違っていても別におかしくないわけですよ。それと一般軍人がそんなたやすくトップシークレットにアクセスできるだろうかっていうのも疑問に残るところ。トップシークレットですよ。普通はね、誰もが閲覧できないような場所に置くのが普通じゃないですか。むしろこういったのが一般の軍人が目にするところに置くこと自体が、これフェイクのような気がしますね。あえてこういった情報、もしくは偽の情報を流す。よくね、本物と気づかれないようにするためにわざと偽の情報を流すけれども、そこには騙しやすくするためにあえて本物の情報もちょこちょこっと織り交ぜたりするっていうのがよくあるパターンなんですよ。これがフェイクだと、なぜあえて一般軍人が見える場所に置いたのかって考えると、やっぱりね、宇宙人というのは存在していて、でその全てを一度に公開することは人々にパニックを起こすだけだっていうので、まあパニックに陥らないレベル、その程度のものを徐々にいろんな人にちょっとずつ見せていく。で一般人よりはまず、まあ実際に何かあった時対応する軍人レベルにそういう宇宙人の情報をちょっとずつ教えていってんじゃないかって私は思ってます。まあ映画なんかもそうですよ。アメリカはね、宇宙人の存在について一般人にも、まあ、免疫を与えるためにあえて何人かの映画監督に依頼して宇宙人関連の映画を作らせているっていう話があります。で映画を通してあくまでもこれは映画の話だけれども、でも近い将来そのようなことが現実的にあるかもしれないよっていうのを人々に考えさせて、そうなった時の対応などを各々に今のうちから考えさせている。映画を見た人はね、当然映画の出来事としてまずは認識するじゃないですか。でもこういったことも、もしね、こういったことをもし起こったら自分だったらどうしようとか考える人も出てくるわけですよ。あくまでもそれは空想レベルですけれども、でもそういったことをまず考えさせるようにする。いきなりね、現実を突きつけてただただパニックにするんじゃなくてね。そして映画監督の一人がスピルバーグだって言われてるんですよ。でね、彼の作った未知との遭遇、あれがね、まあ、軍から依頼された映画って言われてます。そういったことを考えるとね、これ全てを本物として信じるのもどうかと思うし、かといってね、全て嘘偽りかといえばそうでもない。またあえてね、目につくところに置いて反応を見たとか、免疫を軍人にもつけさせておこうっていうところでしょうかね。まあ、軍人だったらむやみやたらにパニックにはならないだろうと、まあ、あからさまに拡散しないだろうと、トップシークレットとかって書いてるとね。だからそういうのを全て考慮した上であえて見えるところに置いたんじゃないかって思ってます。あとね、まあさっきの関連の話なんですけど、皆さんよく知ってるスターウォーズあるじゃないですか。ジョージ・ルーカス監督の。あのスターウォーズも、あれも、実は、宇宙人関連、依頼されて作ったものだって言われてます。だから、スターウォーズを見ると、実際にね、今世の中で騒がれているタイプの宇宙人っていうのが、ほんとよく出てくるんです。日本に5種類か6種類現在宇宙人が住んでいるなんて言われてて、その中の一人にビッグフットっていうタイプなんですよ。身長がすごく高くて全身ケムクジャラのタイプね。あれね、まさにスターウォーズでいうチューバッカそっくりなんですよ。で、グレータイプの宇宙人とかもよく出てきますし、スターウォーズの映画の中とかにね。で、スターウォーズの映画の中に昆虫タイプの宇宙人とかも出てきますよね。
で実際にカマキリタイプの宇宙人が地球にいるっていう話もいろんなところから目撃情報来てますんで、だからね、あの映画とかってね、まんざらね、あの創作物だけではないんですよ。一応その政府からある程度のその本当の宇宙人のネタとかを得た上で作っている可能性もあります。まあ、今回ね話ちょっと横に広がっちゃいましたが、まあそういった話があったという今回は動画でした。